により第6分隊が全滅の危機です。金閣と銀閣、あの大罪人も生き返ってるってのか。あの二人は波の忍びじゃ相手できない。第6分隊は下がらせろ。あの二人は俺たち第1分隊が相手をする。行くぞ。金閣と銀閣の進行を止める。奴らの元に急ぐぞ。おい。今だ。隊長、そいつは暁のカクズです。かなりの強者だと聞いています。気をつけてください。その攻撃では戦闘経験に下回る。お前は今日ここで命を受け継ぐ。傷をつけようが、俺は倒れん。今だ。強さは認めてやる。だがここまでだ。こっちは急いでるってのに。しかし随分と異様な行動をしてるのだ。まあやっと一気に距離を詰めて叩くしかないか。今だ。あんたは
はここで終わりだ。だが思ったより時間を食った。次はあいつらを止めないと。報告、銀人兄弟の攻撃により負傷者多数。このままでは。合流成功です。このまま撤退させます。よし、あとは金閣銀閣の合図だ。やっとお会いできましたね、金閣様、銀閣様。なんだお前、低俗な忍びごときが俺たちの前に立つんじゃねえよ。大先輩に失礼な話ですけど、これからお二人の金と銀のメッキを剥がす。大先輩への口の利き方が気に入らねえな。やるぞ銀閣。おうよ金閣。意外だ、これが今の忍びの力。ここまで抵抗するとはな。やるぞ銀閣。おうよ金閣。今だ。
隊長。よし、あんたたちの悪行もこれでおしまいだ。金閣、銀閣。なんだ。しまっ。持っている者の呼びかけに応えるだけでターゲットの声を録音し封印する。かつてあんたたちが持ってた最強人具だ。今回は俺らのために使わせてもらいましたよ。雲に二つの光あると歌われたこの俺たちが、こんな野郎どもに。初めに言ったはずっすよ、金と銀のメッキ剥がすことになっちまってすみませんね。よし、金閣銀閣は封じた。大事部隊、ここから巻き返すぞ。うわどうした。海岸線にあった大きなチャクラが二つ消えた。本当か。現地からも連絡が入った。金閣銀閣は琥珀の城兵に封印。海岸線の戦いは忍び連合軍が優勢とのことだ。よし。わざわざ転送の術を使って琥珀の城兵を送った甲斐があったな、マブイ。はい、お役に立てたようで何よりです。で、この後はどうする。すでに海岸線に羊殿を含む各隊からの援軍を向かわせています。このまま一気に決めるわけだ。ええ、この日を逃す手はありませんからね。海岸線を抑えることができる。頼むぞ、みんな。金閣銀閣を抑えるまではうまくいったが、まだまだ敵の数が多い。白いやつはまだいい。江戸転生された忍びが厄介だ。奴らをどうにかしないと。消去は。すまん、待たせた。羊さん、ここの戦いが最も激しいと連絡を受けた。第二部隊の一部を援軍として連れてきたぞ。他の部隊からもいくらか戦闘員が回されてきてるはずだぜ。正直助かります。どうした、動きが遅いぞ長次。なんでこんなことになっちゃったんだよ。しっかりしろ、覚悟決めたんじゃねえのか。私たちがやらないと他の人たちがやられちゃうのよ。分かってるけど、相手はアスマ先生なんだよ。今の俺は敵でしかない。死んでる人間だ、容赦はいらん。でも無理だよ、僕は先生を殴り倒すことなんてできない。どうしてだ長次。ダメだ、長次のやつ完全に戦意喪失してやがる。クソ、体が勝手に来るぞ。戦闘開始。しかも分かってるの。はあ、全力であんたを止める。何やってんだ。ちょっとだ、もう止めろ。アスマ先生を相手に戦うことなんてできない。今の表示もう守らない。今は守る側だ。優しさを吐き違えるな。私たち、アスマ先生と一緒に人間として多くの夢を追ってました。だけど、あんたの気持ちも分かる。
全部悪魔先生を知り尽くした私たちとの一つ忍び連合のリスクを最終的に閉じ込められる。しかも今こいつのおかげだ。影寄せの術、玉は俺が守ってる。だから安心してくれ。そこがてめえの墓穴だ。勝負あり。ダメだ、この程度じゃまだ封印することはできねえ。やるな、と言いたいとこだが。くそ、まだ浅いか。すぐに復活しやがる。やっぱり私たちだけの力じゃ。ジョージ、僕はお前が真に守るべきものは誰だ。守るべきものの意味を吐き違えるな。お前も誓いの言葉を口にしたはずだ。先生、自信を持て。今日からお前も一人前だ。今度はお前が誓いを宣誓し、子供を守り育てる番になる。僕、結婚できるかな。ジョージ、お前がアスマにいつも何が足りないって言われてるか分かってるな。お前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ誰よりも強い忍びになる。自分にもっと自信を持って。自然に、なんとなく変わっていくんだと思ってた。大人になってけば、自然と心も体も強くなっていくと思ってたのに。誓いは、ただの儀式だと思ってた。けど、ジョージ。さあ、ジョージ、宣言の時だ。誓いの言葉は知っているな。我、ここに誓う。秋道十六代目当主として、十五代目より託されし誓いを、十七代目へと、成りゆくわらばへと託す。我、秋道長寿は、山中なら両一族を守り、木の葉を守るため、いざ、さなぎから蝶へと、長寿。そうだ、長寿。その顔だ。サナギの殻が思ったより硬かったか。さて、こっからは飛べるな。もちろん。やるぞ、いいな。来い。戦闘開始。アスマ先生、僕が止める。俺たちはちょっとフォローだ。フォロー、カメメイの術。やってやる。フォローだ。フォローだ。本当に配信するな。そう、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 気がつかない。本当に強く言ったの。カメメイの術。
バカてる。神殿弁神殿弁戦隊しようがない。ナイスだ。その顔だ。それさえありゃ、お前は誰よりも強い守備だ。今は誰よりも自信満々のいい顔してやがる。もう何も言うことがない。まさに完璧なイノシカ長だった。先生。アスマ。アスマ先生。ありがとう。よく頑張ったな。行こう、二人とも。ジョージ。僕がこの戦場を終わらせる。だから鹿丸、イロ、協力頼むよ。ああ。ジョージ、あんたと今までいたけど、これまでで一番説得力があるわね。報告。海岸線の戦いにおいて忍び連合軍が奮闘。各部隊の協力もあり、敵数が大幅に減少しています。よし。どうなることかと思ったが、海岸線もこのまま忍び連合がもらったな。これで1日目は終わりだ。すぐに2日目の作戦を考えねばな。第4を除く全ての部隊が勝利を収めたとはいえ、敵はどんな切り札を持っているかわからない。2日目も今日同様、慎重な、なんだと。ん、どうした。井之内、緊急連絡だ。海岸線に面をした忍びが出現。それにより戦場が大きく動揺している模様。
面をした忍びだと。まさか内葉マダラか。その可能性が高いでしょう。頭自ら動いてきたか。戦闘の終わった瞬間を狙ってきやがったのか。警戒が最も緩む瞬間を狙って。内葉マダラ、なぜ今になって現れた。気をつけろみんな。貴様らに用はない。用があるのはこれだけだ。ただで渡す気はなしか。いいだろう。ならこれをくれてやる。清瀬の術。なんだあれは。でかすぎる。喜ぶがいい。こいつと遊べる機会はそう多くはない。行け江戸を待つ。これ以上はやらせ。
のおっちゃんが援軍に来る。それまで持ちこたえるんだ。わかった。サンドの術。やったぞ、長次。
大丈夫か？うん、僕は。でも。やられたな。まさかあんな化け物を出してくるとは思いもしなかった。時期夜だ。一時収束して夜襲に備えての睨み合いになる。戦局は一気に不利になった。本部との連絡を密にして立て直すぞ。だるい。分かってるっす。